普段以上の演奏をできたりとか、そういうことがあった時っていうのはもう本当にさ喜びですね。だからまあやめられないんですけれども。ジャズって2人で演奏するとか3人で演奏するとか4人で演奏するとかあるんですけど、特にトリオの場合はピアノ、それからベース、ドラムがあって、3人がなんかこう会話しているようなところがあるんですね。でこっちが弾いたフレーズに対してすごくこういい感じで返事をしてくれる、コール&レスポンスのような、なんかそういうやり取りができた時っていうのは本当に最高ですね。ニューヨークで演奏するとその反応がすごくこう、ダイレクトに伝わってきます。それが一番現れるのがチップの、多い少ないなんですけれども、演奏がいいと、そこでこうイエーイっていう掛け声がお客さんからいただけたり、大きな拍手がいただけたり、そしてチップもたくさんいただけるみたいな、すごくこう反応が分かりやすい。自分なりのジャズをやってると思いますね。これが松山の栗田恵子のジャズだよみたいな感じでやってると思いますけど。